クロムネヤマガメは、爬虫高カメモクイシガメかアメリカヤマガメ属に分類されるカメ。エクアドル北西部、コロンビア西部、パナマ東部模式標本の産地は、コロンビアで、コロンビアに分布することも共ともに、英名の由来になっている。最大高潮29センチメートル。オスよりもメスの方が大型になり、オスは最大高潮25センチメートル。廃校はややドーム状に盛り上がる。 廃校の色彩は黒や暗褐色で、反紋が入らない。左右の交換板の間にはごく浅い切れ込みが入る。復興の色彩は黒や暗褐色で、外縁や、看板の継ぎ目は、炭鉱色や炭鉱褐色。種小業メラノスターナは、黒い胸の胃で、復興の色彩に由来しは名と同義。頭部はやや小型か中型。噴炭はやや突出し、上顎の先端は、 浅く凹む。交際は単光色や白。頭部の色彩は黒や暗褐色で、粉担から目や鼓膜の内側、側頭部にかけて一本の単緑色や黄色、大々色、赤の筋模様が入る。大型個体では、側頭部の筋模様が消失することもある。下顎や喉、頸,頸部側面や、覆面の色彩は黄色で、喉、頸部側面には、 黒い斑点や虫食い状の斑紋が入る。指跡の間には水かきが発達する。獅子の色彩は暗灰色や暗褐色で黄色や大色の斑点が入る。卵は長径4.8から7 1トル短径2.8から3 8トル孵化直後の幼体は高長3.9から5 9トル容体は アバラカンパンに炭鉱褐色や炭鉱色の反転が入る個体もいるが、成長に伴い消失する。目工部から後方に向かう筋模様のもとに2から3本の筋模様が入るが、成長に伴い複雑な模様になる個体が多い。足ぽちやまがめの足やシノニムとされていたが、分布が重複しないこと、色彩や反紋に差異があること。 中間型の個体がいないこと、分子系統学的解析などから、独立種とする説が有力である。各 DNA とミトコンドリア DNA の分子系統学的解析から属内では、足ヤマ山亀、カンムリ山亀、花とがり山亀、原筋山亀、溝山亀と単系統群を形成すると推定されている。サバンナや熱帯モンスーン林、 熱帯雨林内を流れる河川、湖、地上、遠征も含めた湿原、川口、三角州、石湖、水路などに生息する。中高生。植生は植物食傾向の強い雑食で草、果実などを食べる。繁殖形態は乱生。少なくともコロンビアの個体群は周年繁殖し、特に6から8月と11月に繁殖することが多い。 一回に一から二個の卵を数回に分けて産む。産卵時には穴を掘らないが、産み置いた卵には落ち葉や腐葉土を薄くかける。卵は85から141日で孵化し、雨季に当たる9から11月に地表に現れることが多い。生息地では食用や薬用にされたり、民芸品の材料とされることもある。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 生息地では野生の亀の輸出が厳しく制限されているため、国際的にも流通量は非常に少ない。アクアテラリウムで飼育される。飼育下でも果実を好むが、昆虫や肉も食べ、植物質の多い陸メ用の配合飼料、動物質の多い水生メ用の配合飼料にもえづく。ありがとうございます。